めちゃくちゃ携帯が、こんばんは。よいしょ、頭痛い頭が痛い。ちょっとこれだけ抜いとこう。ピンだけ、いやピン抜いてもちょっと痛いな。ちょっとせっかく可愛い髪の毛にしてもらったからそのままにしてたけど。こんばんは。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。こんばんは。今帰ってきた今帰ってきたよ。帰ってきてすぐ配信しようと思ってたから、まあ、ちょうど9時ぐらいから配信、9時半から配信できそうだったから失礼けど、よいしょ。いやーお疲れ様、こんばんは。やっぱめっちゃ頭痛いな。下ろしてもらえればよかった。まあ悩んだんだけどね。ちょっとやっぱ喋りづらいから髪の毛下ろしますね。痛い、やっぱつってるから痛くて。よいしょ。はい、お疲れ様です。今日はサーヤギターのイベントでございました。あれ、ちょっと取れない。おー、一緒。あ、取れない、硬い。出演させていただきました、ありがとうございます。ちょっとやっぱ取るわ。私が結び直せばいいのか。お、ちょっと待ってね。はい、ちょっとね、いや、まあこれでだいぶ良くなったわ。だいぶいいわこれはい、ということで改めましてこんばんは。今日もお疲れ様でございました。本日はさあやちゃんのギター、さあやギター、1周年イベント、公演じゃない、劇場でのねイベントがございました。で、私もね、ゲスト一部出演という形で私も出させていただきましたが、皆さん DMM とかでね見てくださった方も多いんじゃないかな。そう、はい、ありがとうございます。いかがでしたか？いかがでしたかね。あー、楽しんでいただけてたなら嬉しいです。うん、
劇場はね、そう9割ぐらいサーヤのファンの方で、そうそうそう、ちらほら私のファンの方も当たって見に来てくださってた方もいらっしゃいましたね。はい、いや緊張しました緊張もしたし、てか本当にあれだな、ちょっと頭が回んない、ごめんね。まずはね、さあやちゃんお疲れ様っていうことですよ。もういやなんかもうずっとね練習してたから、そう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 頑張ってたからね、とりあえずこれ終わったら一段落だから頑張るって言ってもうなんかずっと緊張してる感じでね、あんまりなんかこうなんていうの、普段の喋ってる感じとかと変わらないからね、緊張あれかもしれないけど、歌声を聞いてね、ああ緊張してると思いましたね。もうほんと後半になればなるほど伸びやかで、まあ元から声がいいからな元から声がいいから、そうお顔だと分かんないよね、お顔だと、そう お顔とか喋ってる雰囲気とかだとすごいね、こうなんて言うんだろう、結構なんだろう、いつも通りに見えるけど本人めっちゃ緊張してたね、終わってからわー緊張したって言っていやだからよかった、無事に公演終了してよかったよ、本当によかった、すごかった。いやな、何から話そうかな。まずね、1周年おめでとうっていう記念の、うん、公演というかイベントっていうことで、そうまずね、何かを1年続けるとか何かを継続して続けることっていうのはやっぱりね難しいことですから、まあ人間ね誰しも経験したことあるだろうけど、やっぱ継続することってすごい難しいし、そしてすごくその人の糧というかさ、まあ確かに継続は力なりって言葉もありますけど本当その通りで、ね、1年間やり始めて劇場でのイベントに至ったわけですから、うん、本当にそれはもうさあやちゃんの努力の賜物、言い方も合ってるかな、まあ、努力の結果ですよね。すごいすごいなって、本当に純粋にかっこいいというか尊敬しますよね、そういうところをね、うん、でそうありがたいことにね、私もその日野にイベントに出てほしいっていうなんてオファーじゃないですけど、そうゲスト出演をしてほしいんだよねっていうお話をもらってさ、さあやちゃんから本人からね、うん、えいいのっていいんかっていやーそれで今回のコラボが実現したわけでございますけれども、すごいね、サーヤのファンの方々も本当温かくて、最後お見送り、最後ね挨拶はねサーヤで締めてたけど、お見送りは私も出たのよね、お見送りさせてもらったんだけどさ、みんなその喋れない中でこうどうにかしてでもね、どうにかしてでもよかったですありがとうみたいな感じでこうグッドだったりとか、歌が良かったとかみんなあくまさんありがとうございますうん、そうジェスチャーでね
そう褒めてくださって、そう、それがサーヤのファンの方もみんな、そう本当にみんながみんな、よかったよかったっていう風に言ってくださってて、ああ温かい方々だなって言って、うーん嬉しかった。そう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 、そう嬉しかったですね。うん、でまあそう今回コラボをさせていただいたんですけれども、まあね、何するかっていうのは一部出演っていう形しか出してなかったから、何するんだろうっていうあギフトたくさんありがとうございます。あの、あ初見さんこんにちは。あのね、本当に MC のつなぎでしか出ない、まあそんなことないかみたいな、そういう話とかもあったりしましたけれども、なんとね4曲も歌わせていただきました。いやなんか全然私もそのなんならあれだったのよ、一緒にね、むしろセトリは一緒に考えたんですよ。この曲はここで、じゃあこの曲とかこの曲とかみたいな感じでさ、そう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 、で日野と歌うの何がいいかなみたいなので、うん、結構いろいろ話し合って、そうそうそう、だからその最初というか、もうなんだろう、結構ね頼ってくれたというか、そうそうそう、まあサーヤ自身のなんていうのイメージもあったから、そうで、こここうとかどうですか、どうだねみたいな、こうでイコールねみたいなそうだから、まあ相談っていうほどでもないか、なんかこうまあ、一緒に話してこここういいと思うよ、こんな感じでっていうような感じかな。でそう何を一緒に歌いたいかっていうのもどんな話したっけな結構ねいろいろ、でもうん一緒にやらせてもらってすごい良かった。うん本当にねだいぶ前から動いてたな、6月終わりか7月頭とかだっけ、そうそうそう、からそういうのはあって、うんすごい嬉しいね、こういう風にお歌で頼ってもらうっていうのは、うん嬉しい。でまあ詳しいセトリとかなんですけど、まあ多分ねお仕事とか学校とか予定とかでまだ見れてない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあちょっとネタバレごめんっていう感じで一応ね言わす、あのまあ軽く説明させてもらうけど、まあさやちゃんの弾き語りから始まってね、今までのさやギターでやった曲を中心に歌って、でまあそれはねさやちゃんも多分配信したりとかもしてると思うんで、それとかうんでぜひご本人で聞いてほしい。うんでじゃあまあ私の話ですけど、私がねお邪魔させていただいたのはまあ中盤後半入ってからですね、もうほんとそれまで一人でずっと頭からずっと MC もね一人でやってて、そうそうそう、後ろ裏からさあ緊張してる頑張れって思いながら見ていたわけですけれども、ギフトありがとうございます。
私はまずねお呼びいただいて、こんにちは三村ですって入ってきて、そうで1曲目が不器用太陽、 SK48 さんの不器用太陽を歌わせていただきました。この不器用太陽はちょっと前に新春公演、1月の新春公演でつぐちゃんと歌ったりもして、そうそうそう、こうデュエットで聴かせるのも素敵な曲だなっていうふうには思っててね。でまあギターも映える曲だから、そうサーヤが、そう不器用太陽とかいいと思ってるんだよね、ああいいね、ハモリもできるしっていうので不器用太陽歌わせていただきました。フルは初めてだったね。こう曲の構成としては基本的に交互で2人で歌って、サビはサーヤが主メロで私がハモリ、下のハモリやってっていう感じの曲構成で、アコギでじゃんじゃんちゃかちゃんじゃんちゃかちゃんじゃんちゃかちゃんっていう感じで聴かせるような感じでね、不器用太陽で、ハモリは私初めてだったからもう自分で耳コピと音合わせというか不協和音ならないように結構難しいんだよね。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだっていう、ちょっとこう手が低いっていうね、結構ね狙っていかないと声というかすごい合わない、まだサーヤのシュメロを邪魔しないような歌い方になるように努力しましたね。ちょっと実際 DMM とかでどう聞こえてたのかはあれだけど、分かんないけど、うん、そうそうそう、て照らしててっていう風に深くガッてここでね、そうそうそう、下げたりしなきゃいけないからね、うん、でもよかった。であとはその落ちサビのところでギターが静かになるところで私が終メロで一回歌って、その後すぐだからだらなんだっけ、チリチリ熱いだけだ違うわ、なんだっけ、だよただ君のそばで照らしてるだけだ、言葉にできやしない消極太陽ってハモリに入るっていうちょっと難しいことをやったりもしましたけど、いや良かったんじゃないかな。不器用太陽ね楽しく歌いましたね。緊張はしてたよ、なんかその全然ねステージ上がる前までは本当いわゆる別に緊張感はあったけど緊張はしてなかったんだよ。緊張感はあるけど緊張はしてなくて、でもなんかステージ上がったらさ、もうサーヤが緊張してるのもすごい伝わってきたし、ファンの方がねいるっていう場所でのそのリハーサルは何度もやったけど、ファンの方がいるっていう状態でのね披露はもちろん本番が初めてになるから、なんかすごい現場感、生演奏感があってね、結構緊張はしましたね。うん、でもまあよくできた、歌えたというか楽しく歌えましたね。うん、不器用太陽楽しかったわ。ちょっと9時50分か、ちょっとギリギリになったらフォトログ更新しますね。で2曲目が2曲目がですね、ノナダイヤモンドの始まりの歌を歌わせていただきました。そうソロでね、サーヤのアコギ、エレキアコースティックギター、うん、びっくりした、
まさか、あ、ほんと、まあ、確かにまさかソロで歌える曲だとは思わんよな。私も思わん。そう、なんか最初それもサーヤから言ってくれたのよ。そうで、ここで始まりの歌歌って、え、始まりの歌歌う、え、そう、なんかせっかくならやりたいなって思ってって言ってくれてね。そう、なかなか劇場で歌う機会もないし、初めてだったし、そもそも歌う機会がまず少ないから、公の場でね歌わせてもらう機会を作ってくれて、しかもサーヤのギターがまあいいのよ、アレンジが。この曲はそもそもこれも難しかったよ。超難しかった、始まりの歌。ほんとまずそもそも一人で歌う曲じゃないから、みんなご存知の通り歌どんどん重ねていくし、ね、まあ、分かりやすいのだと、心から体中今叫ぶんだ、イエーイ始まって、始まるから、もうここ世話しないのよ、普通にオケで歌うと。これがなんとね、ギターでやってもらうことによってアレンジができるんですよ。だから本家と並べるとあそこ全然アレンジになるんですね。心から今叫ぶんだ、イエーイ始まっていう風にこうちょっと加速する感じは残しつつも、イエーイを長くして一人で歌えるように。本当はもともと、これはまあ裏話ですけど、実はサーヤと二人で歌う予定だったんだよね。不器用太陽みたいな感じで二人で歌うつもりだったのよ。だから歌割りも作って、ここはじゃあ私ハモるとか、そういう風に作ってたんだけど、もうねギターが難しいっつって、サーヤがね、この曲ね、結構ギターでさえ難しい、ギターだけでさえ難しいから、弾き語りだと、で歌もね超難しいのよ。そのもうノナンダイヤモンズの方々はさ、もうなんかもううえーって言って歌ってるけどさ、いや難しいんですよあの曲実際。だからギター集中して日野に全部歌ってほしいっていうのを初回の練習で、あ、じゃあそうするかっつって、私の喉が持つか分かんない私の喉が持つか分かんないけどそうしようって言って、でこの形に行き着きましたね。まあだからさすがに心から体中の体中は歌ってもらったけど、うん、あそこもね、いやもう急に私入るの、急にうちが入るの大丈夫かなみたいな言ってましたけども、いや入った方がいい、あそこはねいいとこだからっつっていやだよね、難しいんですよ、ギターもそうだし、リズムとかもね、ギターで合わせるのも難しいし、そもそも歌弾き語りしながら歌うっていうのってやっぱ難しいから、そう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 、もともとね9人で歌う曲ですから結構世話しなくなるかなと思いつつも、サーヤのギターのアレンジによって私は全然なんていうの、歌いづらいことはなかったんだよね。なんかその生演奏でやるのってやっぱ歌いづらくなったりとかさ、難しくなったりとかするんだけど、全然そんなことない。多分合わせてくれてたのかな、まあ、それかもう合ってたかだけどね、ほんとね、あとそのあと難しい点としては、アカペラ始まりでギターが歌に合わせる形なんですよ。描いてた春笠木へ、イカシーンってなって
つけっぱなしの TV って始まるからそこどうするって言って、じゃあボディ叩くからバッつけっぱなしの TV ってやろうって言って、ちゃんと会いましたね。うん、イエーイとか、あとアレンジとしては響け始、最後響け始まりの歌ってこうリッとして決めるところとかも、そうここせっかくアレンジ、せっかくだからアレンジしようって言って提案してくれてやったりもしました。だ結構だからもうなんていうの、ギターと歌だからで歌だけでしかできないような感じでやらせてもらったね。うん、だからこうなんだろう、多分大変だったとは思うんだけど、うん、しかも始まりの歌は初めて聴く曲だからね、なおさら頑張ってくれたんだろうなっていう。うん、ちょっと途中ですけどフォトログを更新させていただいてもいいですか。2人で撮った写真なんかいいのあるかな、これにしよう、これにしよう。 OKOK、 ちょっとね10時までなので先に投稿させていただくわ。いや実は明日も朝早いんだよね、お仕事で。よいしょ、ハッシュタグ出てこない、シャープ、シャープじゃダメだっけ、あれ、いやいっか、1周年記念イベント、ちょっと待ってね、ちょっと10時までお待ちを。ギリ、あ、おも、はい、OK です、すいませんお待たせしましたお待たせしました、ネットおも3本しか立ってない何でしたっけ、でそう始まりの歌でしたね。あとその難しい点としては普通に低いんですよ、つけっぱなしの TV 不意に始まるショータイム、センターステージ集まる弾けるような微笑み、低いからまあその低音がそもそもなんていうの、こう響かせる歌い方っていうのが、そうまだまだ私は未熟だから、でも結構訓練して、訓練っていうか練習してまあ歌えるようにはなってたかな、なんとか。うん、
あとはもうそれこそね、低音が続いてサビはかなり高い、始まりので、あの辺地声で歌ってるから、まあカロリーというかエネルギーを使うんですよ。でそれをね、初っ端からラストまでずっと続いて、まあ始まりの歌は感想がほぼないので、そう声を休めるタイミングがないんですよ。だから結構その辺が心配だったんだけど、自分の中でね、全然大丈夫だったね。うん、今叫ぶんだイエーイはさすがに裏にしたけど、あれ本当は地声ができたらいいんだけど、あそこまで2分ぐらい歌ってきて地声はね厳しそうだったからやめた。裏声の方がまあポーンと出るかなと。まあそんな感じでね、結構難しい曲だったんだけど、すごいたくさんの方に褒めていただいて、一応ツイッターも見させてもらって、始まりの歌本当にすごい褒めていただけたから嬉しかった。うん、ありがとうございます。でね、もうこれだけで多分結構お腹いっぱいというか、もうね、もう十分すぎるぐらい私出させていただいたんだけど、せっかくなのでエレキギターですね。まあ俗に言う弾き語りってアコースティックギターとかさ、そういう、まあ、柔らかい音というか、なんて言うんだろう、どちらかというとロックではないような、そういう音なんですよね。うん。でエレキギターはまあもうほんといわゆるロックバンドのギターさんが弾いてるようなギュイーンっていうタイプのね、そういうギターですね。であれはあんまり弾き語りでやるもんじゃないから、さやも普段は立ち上がって歌わずに音だけでやってたりしてるんだけど、そうゲストボーカルという三村ひのがいるから、せっかくならっていうので、秋間パンクと世界はどこまで青空なのかを2曲続けて披露させていただきました。いかがでしたか？いやでもね、なんかね褒められたよ。エレキも良かった、なんか全部褒められたね。そう考えるとね嬉しいですね。エレキのねなんだっけ、エレキの空き缶パンクで、そうまあロックだからギター抜きの音源、インスト、オフボーカル、ギター抜きのオフボーカルを流してもらったのよ。そうだからオフボーカルにプラスギターとプラスボーカルで乗せたっていう感じだね。うん、空き缶パンクはてか空き缶パンクというよりか普通になんていうの、私があんまり公の場でロックテイストの曲を歌ったことがないから、チッ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 って刻む系の曲がね、だから結構ねその辺歌い方はね心配だったんだけど、頑張った頑張ったというかそうちょっと工夫というか、うん、意識して歌ってみましたね。
ょっとこう綺麗な声じゃなくしてたというか、まあせっかくのねエレキのかっこいい音とともにだったのでよかったな。ギュイーン、じゃ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 は、あの辺はあの昨日突然入れたパンクロークチャ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 ギュイーン、じゃ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 は昨日突然やろうぜってやろうって言ってスタッフさん含めてそうやってるんじゃないみたいな感じでやってできてたね。いやそうギュイーン私も好きだからさ、そうかそういえばやったことないのかと思う、やったことなかったんだと思って昨日急遽入れて、だからもう昨日今日結構な時間リハーサルしたね。でそれから前のその2人の自主練というか2人でもうなんかこうなん自主的な練習、まあ、自主練かとかもやったからかなりの時間リハやってたけど、でさえは自分の曲もあるからね、そうだ昨日突然入れたけどできてたね。うん、そうだね、期間パンクはだからちゃんと歌うの初めてだったからほんと毎回歌詞飛び、なんか全部そうなんだけど歌詞をさ覚えててもやっぱ飛ぶのよ、なんだっけって。でも口が覚えてるから口が喋ってくれるんだけど頭だと意外と理解できてなくて、あーっつって口、いやもう別に歌ってんだけど頭だと理解できてなかったりとかするでも問題なく、あ、まあ、始まりの歌はね、まあ、気づいてる方いるかもしれないけど実は2番の歌詞が1個だけ違うんですけどあそこでふにゃふにゃならなくてよかった、ギリ実はね、そうじゃあそこだけ悔しいなっていうのはあるんですけど、だから期間パンクそんな感じでかっこよくやって、でまあセカオはねもうエレキのサーヤのサーヤギターのエレキギターといえばねあそこですよね、セカオですよね。セカオも歌って、であのあれですねギターソロサビのデレレレレレって、サビじゃないわ、感想のデレレ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 レ、めっちゃ練習してた、めちゃくちゃ練習してたね、すごい頑張ってた、かっこいいよねあそこね。そうセカオもね久々に歌うことができて、あれかなクリスマス公演以来だったかなセカオを、あそうだよねセカオをいわゆるあーから歌うのは多分クリスマス以来だったけど、久しぶりに歌えて楽しかった。うん、いやなんだかんだセカオって歌うの難しいよね結構同じメロディー続くからどこで感情を出すべきかっていうのすごい難しいんだけど、そこもやっぱ生演奏だからこその温かみっていうのがあってよかったわ。最後一緒に二人でね、おーおーっつって青空を僕は祈ろうって歌
し。よかった。うん、そんな感じで4曲歌わせていただきました。途中にはね、抽選させていただいたりだとか、 MC でそのエレキギターに転換する時の MC とかもしたりしましたけど、ざっくりこんな感じですね。サーヤギターの三村がゲスト出演させていただいたとこ、楽しかった。うん、ゲストありがとうございます。さすがにでもあれだな、ほんと結構ね、入念にリハをやって、今日もね、そのサーヤのサーヤの話で言うとね、入りが昼だったんだよ。12時ぐらいの楽屋入りで、そっから黒板書いて12時そう黒板書いてストレッチとか、ああうん、だから12時半ぐらいからストレッチと声出し発声練習やって、そっからサーヤのリハとかやって、私も歌ったりとかしてたから、みっちりね5時間ぐらいを5時間とか5時間弱ぐらいリハやってたのよ。当日リハで、前日もいつだっけな、午後2時から、私は7時くらいで終わったから、まあでも言うて5時間か。前日も5時間ぐらいリハやって、サーヤは9時半ぐらいまでやってたって言ってたから、なおもっとだね。サーヤもっと8時間とかやってたんだろうけど、だからね、普通に私だけでも今日昨日合わせて5時間10時間弱か、8時間ぐらいやってたんかな、リハめっちゃやってるね。いやまあそりゃそうなのよ。だってギターを劇場でやるのなんてないから、しかも1曲じゃないしね。でアルペジオとか、アルペジオって言うと365日の紙飛行機とかで、弾き語りだけじゃなくてエレキでやったり、私の歌が入ったりとかやってたから、そのね、音のね、その後ろにねスピーカーアンプあったと思うんだけど、あれで、ね、調節したりして、そうで、昨日はもうその音合わせで、今日は音作りで、そのプロの音響さんがね、普段の劇場公演やってくださってる音響さんが今日来て、昨日はねいらっしゃらなかったから、今日でそれで合わせてやってたりとかしたから、そりゃまあ時間はかかる。で5時ほんと5時ぐらいにねリハが終わったんだよね、多分確か。そうな、結構長い間練習してましたね。昨日今日だけで、そうだからね、あとだからサーヤとレッスン場で一回練習して、んあれ1回練習して、スタジオで2回やったから、サーザン9時間10時間ぐらい普通に個人練習もやってましたね。だから全部で何時間ぐらい練習しましたかっていう問いに対しては、私たちだけで20時間ぐらい。サーヤはもっと自分の曲もあるからやってる。ね。そうだね、結構そう考えるとそれなりにドタバタした中でも、練習とかもねできてよかったわ。4曲だからね、
4曲でこれだからね。スタッフさんもさ、そのギターの転換とかね、普段はあんまりステージ上がらないけど、ギターのね作りの転換とかでこう頑張ってたから、まあ劇場いた方はねわかると思うけど、うん、いやみんな本当お疲れ様だったな。まあ、ひとまず本当お疲れ様でしたっていう感じで、さあやも緊張してたし頑張ってた、やりきってた本当私もね出演させていただけるとはまさか本当に思ってなかったから、一番最初だから、今回こうして音楽をねみんなにお聞かせできるイベントに私も参加できたのがすごい嬉しかったし、うん、本当にたくさんの方のご尽力でこのイベントができましたね。うん、できましたねって言うとあれだな、しまう頭まんね、そうたくさんの方のご尽力によるものでしたね。うん、だからさやちゃんもお疲れ様だったわ、寝てくださいちゃんとなんかやっぱさ自分のイベントってなるとこうプレッシャーじゃないけどさ、やっぱこうなんていうのあるじゃんそういうのちょこう追い詰められる感じというかさ、うん、ね、だって4曲しか出てない私でさえ結構体力という体力じゃないな、結構気力使ってなんだ、そのたとえ1曲でも全力をそこに注ぎ込むのがアーティストっていうかアイドルというかそういう表現する人のやつだからさ、だから1時間半もっとかかってたな、 MC 長くなっちゃったから1時間50分ぐらいだったね。頑張ったよと、あそうツイッタートレンド入りしてたね、私もちょうどサーヤのギターを、違う違う、私の出番終わって帰ってきてその公演のモニターを見ながらどれどれっつってツイッターをねチラッと 見たんだけど、ちょうどその時トレンド入りしててスクショ撮ったよスクショ撮ったもん、あった、そう、7時27分スクショ撮りましたもん。音楽トレンドサーヤギターハッシュタグサーヤギターすごいよねこれね、楽しかったな。でもツイッターもしたいんだけど、待ってね、ツイートもしたいな、ツイートもしたい、いやー楽しかったな、またなんかやりたいねっていう話はして、まあ、今回は本当にさあやちゃんの記念イベントにお呼ばれされた形だからさ、ちょっと私もねそう、あ失礼ちょっと水の取ってくるわ、私も一応ねできるだけなんていうの難しいな、おいしょ水、私に水をください、これ水、そうそうそう、こうなんていうのかな、盛り上げるぞっていう気持ちで挑んだんだけれども、
まあね、2回目があればぜひそれも参加できたら嬉しいなと思うし、あとやっぱやりたいなって思ったのはバンドだね。なんかエレアコじゃないわちょっと待って頭回ってない、ちょっとバンドやりたいな。あおちゃんがね言ってくれてたからね、やりたい。キーボードとベース、キーボードだから青がキーボードできるから、ベースはチカナが全然やってないって言ってたけど、チカナちょっと思い出してもろて、ドラムは誰もいないんだよな、やれる人が。ノエさんがエアードラムどうですかって言ってたけど、ドラムね、誰ができるんかな、誰かに覚えてもらうか、得意な人いそうだけど。ああ太鼓、確かに太鼓もあれだけどね、太鼓とはね実はまだちょっと違うと思うんだよね。あの太鼓は基本的にあれでしょ、大きいの大太鼓だとしても中太鼓だとしても一面しかないけど、ドラムってめっちゃ手足動かすのよ、めっちゃ手足動かすのよ。だからむしろピアノとかもそうだよね。あ、みはるさんできるんだっけ、みはるさんってドラムできるの？あ、なんか確かに青のやつに書いてあったな。そうなの？めっちゃギャップ萌えじゃん。で、そう、まず足でバスドラムをガッド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 ってやって、スネアとかさ、ハイハットとか。もうあとはもうチャカチャカタ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 カダーンっつって、そう、太鼓とドラムだとね感覚はちょっとまた違うかもしれないね。まあ、だったらシンバル係と太鼓係作ればいいんだけど、あのリズム感がね大切ですよね。みはるさんバンド部だったの？そうなの？え、NGT バンド部ってこと？え、違うよね、高校とかってこと？そうなの？知らなかった。ギフトありがとうございます。まあそうそう、だからバンドみたいな形でやれたらね、全部生音でねやったらすごい楽しいだろうなっていうのを今日やってみて思ったね、改めて。 NGT バンド部、あ、そうなんだ、めっちゃ記憶にないな。いや、なんだかんだ大変だと思いますよ。ねえ、楽しかったわ、よかった、イベント、良いイベント、良素敵なイベントでした。ファンの方々もね、劇場に来てくださった方も、
ツイッターとか見る限りとかみんなの反応を見る限りとかもみんなに楽しんでいただけてたみたいなので、メンバーもね、メンバーも反応をしてくれてて、そう、みゆみゆが LINE をくれたんだけどいやそう、あの子本当にね律儀でさ、こうなんかこうなんかあるたびにね LINE をくれるんですよ。本当いい子でしょ、みゆちゃんがね LINE をくれたんだけど、そうね、すごい、あすごいな、よく見てるなって思ったのが、全然ねこれもう多分わからない話だと思うんですけれど、メイク変えた、なんか秋っぽいと思った LINE をくれてさ、え、なんでわかったのっていうすごいよね、メイク変えたんですよ、メイク変えたっていうか、まあ、使ったものが違うんだけど、まあちょっとこれ分かりづらいと思うんだけど、あのアイシャドウを今日サーヤから、サーヤの誕生日プレゼントでもらったアイシャドウパレットを使ったの今日。でもさ、私結構普段からこういう赤い、ちょっと赤茶っぽい色はよく使うから、そう、まあなやっぱさ、茶色と赤とかだったらさすがにわかるけど、ピンクとオレンジとかさ、え、そこまでわかるって思ってすごいよく見てるなって思ってね、ちょっと感心しちゃった、嬉しかったし、普通に、うん、まああとちょっとシェーディング深く入れたりとか、リップ濃いめとかそういうのはあるかもしれないけど、嬉しいわ。そう、あ、マニキュアは塗る時間なかったので、普通に素でいやー、嬉しいというか、すごいよね、めちゃくちゃちゃんと見てるやんと思って、ツイッターするか、どうしよう、ツイッターするか、ちょっと二人の写真をさやからもらおう、あと今日なおさんがお誕生日、 SKE のね、ちょっとリプしようと思っていた、はい、リップする、リップした、ギフトありがとうございます、みんな、ちょっとじゃあツイッターするわ、あ、前髪切ったよ、そう前髪切った、ちょっと短く切りましたね、まあ不可抗力というか、短く切ったのは全然予定ではないですけどいや短く切ったっていうか、いや長さは合ってんだけど、こっち側まで短く切る必要はなかったんだよね、そう横切りすぎたっていう、そうこっちが上にやっちゃったっていう、もうちょいこうしてればよかった、
あ、じゃあサーヤに LINE しなきゃ。サーヤー、写真今配信してるかな。配信してるとしたら申し訳ないな。あ、終わった？あ、終わった？まあ、そうだ、劇場でそのまま配信してたから私は帰ってきてからやったけど、衣装でやってたね。あ、そう、今日のはね、衣装ですよ。あれ私服っぽく見えるけど、あれは衣装。上のは多分どっかで見たことあると思う。でも普通にあれかな、帰りの準備してるかな。ツイートしたいけど自撮りしかないんだよな今。たどりの写真が欲しい。あ、でもあれだ、メールも書かなきゃ。明日はだからお仕事があって、午前中仕事で午後だから、次って何があったっけ。あー、総踊りか、総踊りの準備があったりするんですけど、今週末はキヤー総踊りね。総踊り20日にメンバーみんなで出させていただく予定です。一応そう。で、21も予定がありまして、まあ、22、23、多分24おしゃべり会で25公演か。まあ、みめものドラムメモの佐藤カイリーの生誕祭かで、26おしゃべり会。あ、26の私服用意してないわ。用意しなきゃ。てかもうやば、ちょっとな、服配信中に服、待って、あれ違う君じゃない、君じゃない、あれリーディングブック、あれ私お気に入りとかにしてなかったっけ。あれお気に入りにしてなかったっけ。あれあれ、あ、これか。あ、え、あれリーディングブックどれだ、これか。違った。あれ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 、これか。そうだから忙しいんですよね。あ、これじゃないなあれ私これ探してない。あれ私なんだっけな、握手会の服、ど、私どこいたっけな。これ、え、違うな、おしゃべり会の服。そうだ、はよはよ準備しときっつって言って、まあやっと本日、とりあえずね、そのなんていうの、追われる系のものは一旦解放されたわけですけれども、楽しい楽しい、一安心ってことですね。大団円ですよ。あれ私どこに、お気に入り、あれ違うな、私どこに置いたっけな、こっちに置いたんかな。え、ないじゃん。あれね、おかしいぞ、ないわ。なんかブックマークしてたはずだったんだけど、ブックマークしてなかったらしい。
ブックマークしてなかったっけ。ブックマークしてた気がするんだけどな。ブックマークしてなかったらしい。なんかあれかな、履歴で見れたりするかな。いつ見たかも覚えてないんだけど、この辺か。あ、わかんない、わかんないよこんなの。あー、後で調べよう。履歴探す、履歴で遡るしかない。え、お気に入りしてた気がしたのに。ということで、ツイッターはちょっと待ち、12時ギリギリまで待ち。でメンバーがさ、メンバーがツイッターしてくれてたじゃないですか。そう、リプしようと思って。でもまあリプするか、リプしよう。なんか、うん、そうなのよ。あのね、そう、リプする広さを悩みますよね。私あくまで一部出演だからさ、なんか私のこと話してくれてる方には、まあ、リプするのが正解だと思うんだけど、おめちげえよっていうお門違いにならんと。え、なんてリプすればいいかな。ちょっとツイッターリプ、ツイッターする。まあでも普通に話してる子にありがとうの LINE じゃないわ、ありがとうしよう。なんか違うな、違うのよ、難しいな。なんて送ろうかな。心からみゆみゆに返信しました。
のえさんのツイートはいいねするわ。あ、さやから写真送られてきた。やった。マリナさんもいいねするわ。あ、でレイナさんのその不器用対応のリプに返信する。すごいシーンってしちゃった。レナさんってカホか。カホ、ちょっと待って、雑かもしれない。めちゃくちゃ雑だけどすごく伝わる。さやからの LINE 返すわ。写真いただいたのでツイッターできるわ。ちょっとどうしよう。保存、10枚の写真をすべて保存。はいはい、10枚、12345678910、5枚の写真をすべて保存。はい、選抜に入ります。ツイッター選抜。縦2枚か横1枚がいいと思う。何がいいかな。私黒、なんか肌黒くね私。なんだろう、照明かな。影がなんか、私が、直すか。照明っぽいな、なんかここだけ照明が暗くなってたのか。ちょっとじゃあそれはこっち明るさを調節するわ。これがいいかな、これにしよう。ちょっとじゃあこれをトーン調整をします。お気に入り、これでいいかな。トーン一番明るくしてもいいわ。なんならちょっとおもろいけど、
もしかしたらサーヤが元画像を上げるかもしれないから、それを見てひのちゃんこんな、こりゃなんか暗いわっていうのがわかると思うんで、ぜひご覧ください。上がったらね、上がんなかったらそれはそれで良い。あ、カホ早くね。リップ早じゃん。これ元画像なんか明るくできないかな。ちょっとてかメール、あー13分、まあでも普通に私焼けたんだよねきっと肌で、しょうがない。それはメール書こう、それもやんなきゃだし、やることいっぱい。明日は配信はだから昼、仕事終わっ、お仕事終わってから夕方か夜かかな。SNS に追われる時間帯でございます。はい、はい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 。これだからなんでこんな私だ、いやまあ普通に、まあでもいいか、部分調整、明るくなってくれない。いやもうこれもトーンでいいや普通に。だからサーヤとの、サーヤがあの同じ画像を上げた場合、ちょっと面白画像になる、比較した場合私が加工したのがバレる。トーン、肌の白さをトーンアップしたのがバレる。そんな私焼けたかな。ちょっと気になっちゃうわ。ガッつってトーン最大まで白くしても隣にいるサーヤより肌黒いんだよな。いや焼けた記憶ないけど、だから多分照明とかだと思うんだけどもっていうね。他のやつだとね同じぐらいなんだよ。だからまあ焼けた可能性はある。え、いやそんなことないな。一生ずっと言ってるわそれ。照明逆に、
ちょっと、あ、なに、さや写真あげた？あ、そう、これ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 、私めっちゃ黒く見えない？そう、ザッツこれなんだけど、めっちゃ私これ黒く見えるよね。これこれ、この写真、こんな黒塗りしてたっけってぐらい黒く見えるよね。あー、でも私今日がっつりあれ塗ってるからか、ファンデーション塗ったからかな、陰影が濃いのかな、サーヤのカメラ的にも、なんかそんな気がするよね。っていうことで、そういうことにしとこうぜ。ちょっと真実のほどは分かんないんだけど、いやでも本当になんか、お？え、またどうやってやったらいいんだろう。ちょっと待って、いや、フィルターにしよう、フィルターにしようぜ。ちょっとどこまで自然にごまかすことができるか選手権だから今やってんの。ちょっと写真で見た時に違和感を感じざるを得なかったから、直してるだけだから、さやかわいい、超かわいいじゃん。あ、もう10時55分だ。先にメール書くね。SNS、 いや、なんかできるだけ喋るようにはするけど、つまらんかもしれん。ほい、
てってってってこれでいいかな。ちょっとあまりちゃんとメールあれあったけど、川越え出てこない、川越さあいや出てこない。あ、出てきた。うん。ツイッターに戻ってきました。ツイッターはどうしようかな。止まらない胸の高鳴りは描いてた。オッケー、これはい、できた。ツイートできた。あ、皆さんが、あ、そう、限界までフィルター、結局トーンは上げずにフィルターでやった。そう、これだと違和感ないでしょ多分。あのね、見てほしいの写真、この写真見てほしいんだけどさ、そう、この写真はあんまり違和感ないじゃないですか。ちょ、でも横になるとね、すごいね、ここの位置に戻るとね、ちょっとなんか違和感あるんですよね。そこちょっと多分画像分かりづらいと思うんですけど。お待たせしました。ツイッターみんなのいただいたリプの返信をしようじゃないか。
始まりの歌で泣きそうになったのは秘密。あ、今ちょっと全国ネットに放送しちゃったけど全国ネットに放送しちゃったけど、言っちゃったけど秘密らしいわ。マシモさん、あ、MC さん、 MC さん、 静岡県出身、新潟県在住の M さんが始まりの歌で泣きそうになったらしい。まあ、それは秘密にしたいらしいんだけど、なんて返したらいいかな。ちょ、水飲もう。できた。みゆみゆ、メイクの変化に気づいちゃうくらいちゃんと見てた。これみゆちゃんの LINE の話ですね。 LINE でメイク変えたっつって、ちょっと夢みたいな、夢みたいなリプしよう。はい、レイナさん、ソロの始まりの歌も最高だった、嬉しい。私も一緒に歌いたい。いつかのコラボ配信のリベンジ。それ懐かしい、コラボ配信、コラボ配信ね、前にレイナさんとやってハモれたらいいねっていう配信をやったんだけど、コラボ配信始まってすぐで、基本的に喋る分にはタイムラグそんなに感じないんだけど、歌うのはさすがにもうコンマ1秒でもずれたらちょっとぐだるからできなかったんだよね。なんレイナさん、あ、もうめっちゃタイムライン荒らしてる、ごめん、めっちゃごめん、めっちゃタイムライン荒らしてる、すごいうるさい人になってる、ごめん。せいやがリップくれた。
とりあえず全部返した。え、レイナさんとのコラボ配信って1年以上前なの？え、嘘でしょ？え、嘘だと言って？あ、でもそっか、コラボ配信って実装されたのが、だってもうあのシャーベットピンクの時にはあったから、そっか、そんな前か。時代の流れって怖いですね。え、手が青い、あ、手が青いのはこれ照明ですね。これね、むしろね、元画像の方が青いよ。これ照明がこれブラックっていうかブルーライトか、青いライトがふわって当たってるから、そう、元画像こんな感じなんだけど、そうそうそう、もうだから後ろがなんか逆光に近いよね、これになるとね。そうそうそう、めっちゃツイートしちゃった。あ、みゆみゆみゆから返信が来たわ。当たり前だって、勝利。本日勝ちました、優勝優勝、みゆみゆに好きって言われちゃった。ピューイ。自由にも程がある配信やってるわ。そうだね。よし。みゆみゆに、ちょ、ツイッターするっていう見出しはもう変えていいと思う。何にしようかな。何にしようかな。サヤギターイベントお疲れ様でした。ちょっと文章変えたわ。そう、いやね、その出演という立場の難しいよね。でもこれでいい。だがそれでいい。あ、11月生まれの生誕グッズが出たらしい。かわいいな、みんな。ちょっと見てみようかな。早くない？ 11 月だって、もうやばすぎ。え、待って、いや、ま、今ね、どうしようかな。ちょっとやっぱノエさんとマリナさんにもリプしよっかな。
リプしよう。ノエさん、ノエさん、ノエさんへのリプ悩むけど、これはね、別にこれは私がどうこう言う話じゃないからね、反応はする、反応はするけどこれ多分言って意味わかんないと思うけど、反応はするけどね、正解はわからない。スラッシュってどこにあったっけ、スラッシュあったあったあった、マリナさんは何がいいかな、マリアさんは何がいいかな。いや、ここはシンプルでいい。え、なんかいや難しいな、ここの。いやでもお礼を言わないのはちょっと違うもんな。ありがとうございます。マリナさんかわいいとか言うのも変だもんね。え、なんて言ったらいいかな。いやこれにね、いやシンプルで言えばありがとうございますでいいんだけど、こんなにツイッターって考えるもんじゃないのかもしれないのよ。みんなが見てる、見てる、みんなの見てる景色としては。でも返しやすさと見た時にし、何、しっくりくるさ。マリナさんも、マリナさんも見てくださってるとは。
それか、今ね、マリナさんへのリプで考えてる。それか、さ、サーヤについて触れる。何が正解だこれ、何が正解なんだろう。ありがとうございますだとね、しっくりこないんだよねこの場合。なんて返してる。あっ、ちょっと待ちょっと分かりづらい、ちょっと待って。うん、ちょっと待って。難しいね、ツイッターって難しいよね。あと、ちょっと待って、あと1分で考える。ちょっと日本語がおかしい。
送ります。はい、送った。私が一番しっくりきた、しっくりきた開始。あそこにありがとうございますっていうのはちょっとお門違いな気がするのよ。なんでかっていうと、そもそもこのイベント自体がね、イベントに対してお疲れ様でした、よかったって言ってるのに対して、ただ一部出演しただけの私がありがとうございますっていうのはちょっとね違和感があるから、一応出させてもらった身としてでもお礼は言いたい。じゃあどうすればいいんだろう。まずまあ嬉しいという気持ちをまず伝えるということあ、マリナさんを見てくださってたんですかって横から入ってくるような感じ。プラスそうサーヤのギターがすごいいいっていうのをね触れてらっしゃったから、これは普通に私が思ってたことだけど、マリナさんの歌声と合いそうじゃねっていう、それは前から思ってたから、ちょっとその個人的希望を出しただけいやー日本語って難しいじゃないですか。あれ待って、あれ今気づいた、 iPad のペンがない。だって今日だけは全て忘れて、あったあった、中身入ってたわ、リュックの中入ってた。よいしょ、どうでしょう、どっこいしょ。ということでね、すごい私が普段どういう風に文章を作ってるのかがバレてしまった。いやでも結構こんぐらいね悩んで書いたりしてる。特に対人に当たっての時はどうしたら一番誤解なく伝わるかなみたいなので考えたりしますよ。日本語のなんていうの、日本語って難しくて、例えば大丈夫ですっていう言葉があるじゃないですか。これはまあよくある例えだから分かりやすい方だと思うけど、大丈夫っていう言葉って肯定にも否定にも取られるじゃないですか。電話でセールスが来て別にいらないなって思って、あ大丈夫ですって言うけど、まあ例えばそれが悪徳系のセールスだったとしたら、じゃあその大丈夫を勝手に肯定的に捉えて、あじゃあ契約どうこうしとくんだよみたいに言われるかもしれないからみたいな、まあそれが別になんていうの、悪気がなかったとしても、まあ言い方によって最近は多分分かりやすいけど、私ねこれ母に言われたのは、あのコンビニでレジ袋、まあ一昔前だからポイントカードじゃない、レシートか、レシートいりますかとか、ストローいりますかとか、今だったらレジ袋ご利用になりますかの、ご利用になられますかとか、あのそういうのあるじゃないですか。あれで大丈夫ですって私言っちゃうんだよね、昔からそうで。まあでも大体そういうので、あ大丈夫ですって言ったら多分今は引くけど引くじゃん。何、逆に反対の言葉だと思う、お願いしますだと思うんだけど、あじゃあお願いしますみたいな、そう大丈夫ですってどっちにも取られるから、
コンビニだとね、それこそ海外の方とかも、ね、日本語が多分母国語じゃない方も今はかなり働いてらっしゃるから、そういうののね、ニュアンスの違いとかさ、日本人でも分かりづらいことをね、なかなか分かりづらいと思うから、できるだけ別の言葉でと思っても結局大丈夫ですって使っちゃうんだよね。なんか結構ですとか、あ、ま、結構ですっていうのが多分本当はいい、ま、結構も英語圏の方というか日本語以外で、じゃあ結構ってどうやって英語に訳すのって分かんないんだけど、まあ結構ですとかだったら日本語でね、それはもう完全にさ、あ、いやそれいりませんよっていう意味になるじゃん。それをさ、あ、いりませんとかさ、いらないとかさいや店員さんに敬語使わない人は本当あれだと思うんだけど、もっともだと思うんだけど、なんかやっぱちょっとこう、なんていうの、高圧的じゃないけど、なんか言われてもああってなっちゃうから、そうそうそう、な、結構ですもちょっと冷たいしなと思って、まあ間に合ってますとかだったらあれかもしれないけど、なんだかんだ大丈夫ですって言うんだよね、その言い方で。いや大丈夫です、いや大丈夫ですって言うかな最近は。うん、難しいですよね日本語。日本語難しいマジで、ニュアンスの違いとかさ、難しいですよね。まあだから結構これは何度もショールームとかで言ったことあるけど、まだ対面ならいいじゃん、いや大丈夫です、なんでかっつってさ、声でトーンでわかるじゃん。まあ大丈夫ですを最近肯定的な意味で使うのってさ、え大丈夫、心配なんだけど大丈夫、大丈夫大丈夫、それ大丈夫じゃないじゃんっていう大丈夫だけどくらいしかある、他にある、大丈夫大丈夫だよぐらいじゃない今の意味って。なんとかですか、あ大丈夫です、結構ですっていう意味よね最近ってね。まあね、そうだからそのいわゆるその声とか表情とかで伝わるじゃないですか、大丈夫ですっていう意味もね、肯定なのか否定なのか。でも文字文面、まあ、Twitter だったりしかりね、 NGT じゃないわSNS SNS ね、 SNS とかまあその他もろもろ文字の文面の場合って結構ね難しいですよね。これいりますか、大丈夫ですっていう文が送られてきた時にどっちだろうみたいな、どっちだろうってなるよね。文字オンリーはねなかなか厳しいですよね。なんかあるよね、どこに点をつけるかみたいな、なんだっけな、例えば例えばだけど文字の文面として、ちょっと待ってね、今私が打ったらじゃない、私が言ったら意味がないから、てててん、見える？この文字
文字見えるこれ。確かにテロップから話違うわ。そう、イエス、それ。これ点がないから、点の位置によってまあ現実的かどうか、現実的かどうかは別として2つの読み方ができるじゃないですか。火の輪鹿になったのか、火の端鹿になったのか、どっちもどっちもよくわかんないですけどね、今パッと思いついたのがそれしかなかったから、火のが鹿になったのか、端鹿という病気になったのかわからない。そう、あ、そう、火のは鹿になったかもしれないしね。そうそうそう、歯医者さんになったかもしれないから。あ、そう、た、うん、そうだね、鹿になったかもしれないし、鹿になったかもしれないし、端鹿になったかもしれないし、難しいよね。だ、点は結構基本的に私は句読点はしっかりつけるタイプだとは思うんだけど、うん、まあ今のは例え話で、日本語はねそういうかん、そういう風にちょっとしたなんていうのかな、点とか丸の場所の違いで変わるからね。例えばの話いや、歯医者さんのことを鹿とは言わないでしょ。それはそうそれはそうなんだよ。今コメントにあったから、まあ確かにと思ったけどあとは主語だよね。主語と装飾語、なんか例えば時間とか、時間とかそういう頻度とかを表す、まあ例えばなんだろうな、まあそろそろとか、あ、いつもとか、そういうのの場所によっても、まあなんかまた変わってくるよね。ちょっと違うな、これは違う。ちょっと待って、例文が思いつかない。難しいな、例文が思いつかない、例文が思いつかないわ。いつもでいい、いつも、いつも、ちょっと何も思いつかなかったわ。頻度、
思いつきませんでした。思いつかなかったのってなんかないかな。なんだろう、思いつきませんでした。なんか結局同じ意味、まあでもニュアンスは違う。例えばきっと明日はやってくると、明日はきっとやってくるって基本的に同じ意味だけど、なんかニュアンスが違うよね。本当にちょっとした気持ちみたいな。きっと明日はやってくる、明日はきっとやってくる、なんかなんだろう、順序入れ替えただけだけどなんかちょっと違うみたいな。なんかきっと明日はやってくるはなんかなんだろう、俯瞰的に見てるけど、明日はきっとやってくるは明日が来ることを願っているような、そんな雰囲気を感じませんか。読み方にもよるけど、きっと明日はやってくる、きっと明日はやってくる、また僕はとか言いそうだけど、明日はきっとやってくる、また僕は、なんかちょっとこう嫌な、いや来ないでほしいなっていう目線と、来てほしいな、きっとやってくる、なんかこれはもう読み方とかにもよるだろうけど、だから感情を入れた文章とかは結構そこはね、いつものタイミングとか、なんかいつもね、そういつも本当にありがとう、本当にいつもありがとう、どっちが感情がこもって聞こえますか。同じに言うわ。本当にいつもありがとう、いつも本当にありがとう、どっちがこうなんだろう、思いがなんか深く伝わるかな。本当にいつもありがとう、いつも本当にありがとう、まあちょっと分かりづれえわちょっと前者を逆にしちゃったものによって、ことによって、そういつもどっち、じゃあいつも先に置くか後に置くか、ちょっと逆にしちゃった順序、いつも先に、いつも本当にありがとうと本当にいつもありがとう、読み方によるかも。いつも本当にありがとう、本当にいつもありがとう、なんかあれだね、いつも本当にありがとうは本当にありがとうにいつもがついてる感じがする。だからいつもがおまけな気がする。本当にありがとう、例えばの話よ、もうそんなニュアンスの違いですからね。本当にありがとう、感謝していることにプラスして常々お世話になっておりますという気持ちがこもってる感じがする。じゃあ本当にいつもありがとうだったら、もうなんだろう、どんな時も、例えば、いつも本当に応援してくれてありがとうございますと、本当にいつも応援、本当にいつも応援してくれてありがとうございますだったら、なんかいつも応援して、ずっとどんな時も応援してくれていることにありがとうプラスマジでみたいな。難しいな。だって日本語ってそれだけで意味は変わらない可能性もあるわけでしょ。意味対して変わらんのに順序逆で通じるのやばくないですか。今日はお昼頃に学校へ行こうという正解文があったとして、今日はお昼学校行こうでも通じるじゃないですか。とかにとかごろとか言わんくても通じるじゃん。やば、それ日本語って難しいよね。いわゆるだから英語だと多分 to とかさ for とか
そういうのの類なのかもしれないけど、それ英語で to とか for とかさ、そういうものがなかったら、 is とかがなかったら、だって私は公園へ行きますでも I go to park でしょ。 to がなかったら I go park、 なんか通じそうだけど多分通じないんだろうな。あれパークって普通に to park であってたっけ。英語わかんねえって多分みんな日本語を思ってるわ。日本語わかんねえよ。だって私っていう I、 英語だったら I という I am、 私はなんとかです、 I am っていう言葉でさ通じるじゃん。 I am、 I was って通じるのに、日本語はそれが私、私、私、俺、僕、我、自分、名前、あ、僕ちん、俺様、うちとかめっちゃいっぱいあるんだよ。いい、わかんないよってなるよね。プラス語尾とか言われたらさ、語尾つけられたらなおさらわかんないよ。むしろ意味がある語尾とかつけられたらなおさら。だからあれだよね、日本語って複雑だけど面白いよね。だから結構なんだろう、言葉遊びとかさ結構私も好きなんだけど、そういうの見て改めて、あーこういうのが理解できるのってまあすごいある意味、まあ別になんていうの、普通に他と比べるとかじゃなくて、こういうのが理解できるのって幸せだなって思ったりするよね。そうそうそう、別にそういうのは日本語以外にもあるわけでさ、ネイティブでこれを理解できるのは嬉しいって思う人もいるし、日本語に限らずね。ということで、サーヤギターイベント、おやすみ村動画を投稿しようと思います。投稿します。うん、いやでもなんか普通にだから日本語は私好きよ。日本人、まあそれ母国語ですからね。母国語、日本語のだから歌もさ日本語の歌歌いがちなんよね。あんまり洋楽、もちろん洋楽もかっこよくて素敵な曲たくさんあるんだけど、なんか結局感情を乗せるにあたって理解できる日本語がついやね、歌いたくなるというか歌うし、感情込めやすいし、なんだかんだまあ普通に勉強不足なだけですけど、それは。あ、755投稿しました。日本語のダブルミーニングみたいなのすごい好きなんだよね。まあこれは多分英語にもあるけど、日本語ってだからそういう掛け言葉っていう文化がもうね、いつですかね、平安時代ぐらいしかから、平安ぐら、平、うん、噛みすぎ、もうちょっと口が動かない、口が回らない、ごめん。
平安時代ぐらいから多分掛け言葉っていうその2つの言葉をかける、謎かけじゃないけどダブルミーニング、2つの意味でっていうのって昔からあると思うんだけど、そういうの大好きなんよね。特に音楽とかだとなおさらあると思うけど、ちょっとダブルミーニング代表とかで調べようかな、あるかな、2つの意味ってことね。明日も朝早いんだ。ダブルミーニングレイ、ダブルミーニング7000、笑いのツボと盲点をついたダブルミーニング、おもろいのあるかな。おお、ちょっと面白かったこれ、ツイッターちょっと分かりづらかった。でダブルミーニング類語じゃなくて、レイが欲しいの、日本レイが欲しいんだけど、おもろ、待って、ダブルミーニング調べんのめっちゃおもろい、待って、めっちゃおもろいかもしれない、ダブルミーニングおもろいな、これ普通にボケてみたいな良さがあるわ。あった一個ありましたよ、つい最近の、ほんとマジでホットな話題ですけど、サーヤギターの話題がありました。ダブルミーニング、そうだね、一休さんみたいな感じだね、橋を渡るべからず、噛みすぎ、橋を渡るべからずっていう言葉が書いてある看板を見た一休さんは思ったんですね。みんなね、橋渡っちゃいけないから、あ、そうだ、この橋か、そう、橋渡っちゃいけないから、じゃあここじゃあ違う道通ろうってなるところを、いや、この橋の橋はブリッジを示してるんじゃなくて、橋の橋、単っていう意味と勝手に解釈して真ん中を通るっていう、そういうトンチでしたけども、じゃあ何があるかっつってせつってせつ、ちょ、噛みすぎ、待って、もう SNS のこと NGT っていうあたり、ちょっともう完全に頭、思考回路と舌が回ってない証拠なんですけど、その何があったかっていうとね、ダブルミーニングの話で、そのサーヤと歌の練習をしてて、今回のサーヤギターのイベントの練習をしていて、でサーヤが、そう、いや、うちも歌心配なんだよねって言って、あ、じゃあちょっと聞くよって言って、でなんかここの声が震えちゃう感じなのが直したいって言って、私はね、その声がいいんじゃんと内心思っているんです、内心っていうか別に本人にも言ったわ、いや、それがいいんじゃないのっていう、あなたのそのこう細く癒される声がいいのではって思いながらも、まあでも本人はね、こう結構しっかりとハキハキとした歌がいいって言って、私どちらかというとそういうタイプだから、結構2人別々の声質なんですよね、それぞれね、いや、いいじゃんそれっていうのは2人ともそう、いわゆるないものねだりだったんですけど、じゃあちょっとどうしたらいいのかなっていうので、あ、じゃあちょっと歌ってみて、私見とくねって言って見てたのよ。で、
ちょっと待って、思い出すわ。ね、なんて言ったんだっけな、なんて言ったんだっけ、その歌の改善策として、その口を大きく開けて歌うことを提案したんだよ。で、なんかその話の流れで、歌の話の流れで、なんか口小さく開けてるみたいな、口小さく開けてる、小さい開いた口小さいみたいな言ったんだ。そう、開けた口小さいみたいなことを言ったのよ。で、私はそれは歌っている時の話をしたんだけどどうだろう、いや、うち口は大きいわって言って本人は通常の自分がこう一般的に見た時に口が大きいことを言ったんだよね。それがめちゃくちゃツボに入ったっていう話ですね。ちょっとうまく喋れんかったわ。そう、私はその歌ってる時の口が小さいか聞いたのよ。口を小さく開けてるか、口を小さくこうね、こう口ずさむように歌ってるかっていうのを聞いたんだけど、あ、いや、うち口大きいよ、いや違う、そうじゃない、そうじゃないっていう、ダブルミーニングとはまたちょっと違うかもしれないけど、そうそうそう、確かそんな感じだったわ。でも確かにサーヤは別に口小さくはないもんね。そう、だから小さく歌ってるかっていうのをね聞きたかったんですけど私それで本当に1分ぐらいつぼってた。めっちゃ床叩きながら笑ってた、叩きながら笑ってたみたいな面白かったな、あれ。確かそんな感じだった気がする。うん、最近一番笑ったことだわそれダブルミーニングとはまた違うかもしれないけど、そうだね、日本語では掛け言葉と伝統的に呼ばれている。そうだね、面白いな。こういうそのちょっとした言葉遊びみたいなのすごく好きよ私。うん、いや、もういい時間だね。なんだかんだいっぱい話したわ。ちなみに755は見ていただけましたか。さやぎたイベントお疲れ様、かっこよかったよー、かわいいよって書いた。ということで、まもなく3分後に DMM がアーカイブが公開されます。ぜひお聞きください。お聞きください、見てください、楽しんでください、見れなかった方もね。ということで、よいしょ、私もお風呂ちゃんと入浴しっかり使って、明日はね朝早いので今日よりも早いから頑張って起きるわ。よし、配信長々としちゃったけど見てくれた方ありがとうございます。途中から見てくれた方もありがとうございます。
もうさっきから鼻がちょっと鼻声っぽくなって、花粉なんでしょうか。はい、ということでね、ちゃんと休みます。はい、男女読みます。13位しんいちさん、12位デラペンペンさん、11位いちたさん、10位のむさん、9位けいさん、8位しんちゃんさん、7位いぬくんさん、6位ベロさん、5位昔からおじんさん、4位ひろしさん、3位とおるさん、2位としさん、1位ひょりげたさん、ありがとうございます。それではまた明日、オンラインおしゃべり会受付中でございます。よろしくお願いします。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバーイ。テレテレテ、君らしいシャーレットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾ひる